俺真ん中にさして。狛江が主役みたいになる。ワンクが真ん中で狛江くん。お前端行けよ。そういうことね。うん。やだね、真ん中でなんかちょこっといるのが。うん、今日は俺の日だから、出しゃばらないで。意味が分からん。意味分かるでしょ。ガキかよ。お前らガキ。いや、お前だろ。喋れよ、お前。黙ってんだね、ピンポンして。どうしようか困ってて。どうしようかなって黙ってたんだろう。アホ。いや、全く困ってません。じゃあなんで黙ってたの。なんでビビったらそっちじゃん、現に。え、ビビらして何が楽しいの。え、面白かったから。やめてよ、ほんと。なんでこんな時間に。別に良くない。笑えないから、そういうの。でも笑ってたでしょ。笑ってねえよ。怒ってたわ。お前だよ、情けない。アホ。これ、何しろ。ごちそうさま。いいよ。もしかしたら。これテーブル汚れちゃった。しまってね。狛江が暴れる。前のミートソースどっちよかった？いや、両方うまいけど、前は全部手作りだったでしょ。まあ、確かに。うん。で、前に比べるとたるいけど、まあうまかったよ。なんかたるかったね。前は1パー作ったもんね。ほうれん草入れた分の味の調整ができてなかったって感じ。ああ、そういうことね。うん、わかる。これに入れる？あ、いっか。いいよ。ここにこう並べばいいね。もうちょいこっち来たんだけど、いや、狭くない？え？お前くんは。お前のお茶？あ、俺のお前のだよ。自分のやつ、こっちは何飲んでないの？これ飲んでんの？これコーヒー。あ、いいな、ブラック。あげないよ。俺専用だから。あるよ、いっぱい。俺が金渡して買ってきてもらったの。いや、お土産のやつもあるよ。ちゃんと分けて。いいよ、じゃあこれ開けてるから、これ飲むよ。いや、ダメだよ。これは俺が頼んだ。いいよ、これ飲む。これ今私、口飲みしてて、あ、こっち飲みな。そのまんま。ほら、こいつ別に飲みたくない、酒飲んでるから。嫌がらせしたいんだ、俺に。ほら、今レモン丼飲んでて、コーヒー飲みたいっていうのは俺にね、チャチャ入れてきてるんですよ。何がいいよ。いや、俺中間飲むんだよ。飲むわけないじゃんね。うん、わざと一日こうやってやってる。本当だよ。普段のマスク酒飲んだけにね、コーヒー飲みたいとか。ダサいな。お前がね。お前がな。うん、面白いと思ってる、それ。ダサいとか言いながらちょっかいかけてきてるし、コーヒー飲みたいとか。ほら。で、俺が良くしないからダサいっていうのは、自分からちょっかい出して相手にされないとダサいって言ってるだけなの。うん、ダメだよね、それじゃ全然。うん、じゃあ酒飲むな、交互に飲むわ、それ。うん、やめて、そういうの意味がわかんない。交互に飲むとか、ほら、仕事増えちゃってんじゃん。どうすんの、これ体調悪くなったら。いや、あんたの食べてちゃうやん。いや、俺二人だったらまだ良かったよ。わちゃわちゃしてなかったもん。狛江来てわちゃわちゃ始まってるよ。あんたの食べたやん。ゴミ増やしてないぞ。え、奈良ちゃん、俺一人だったら、ガチで本質だかと思ったよ。うん、ほらオーラが本当だよ。何系って思うかと思ったよ。編集する。でもこれ飲んだら帰って長なるから。また違う日にして。今日はマジでいらない。申し訳ないけど。そういう日じゃない。なんかあれだよね、防犯カメラ斜めだから顔が違う。大ちゃん、これ飲んだら帰るわ。うん。なんで？もう空気読んで。なんか帰れ帰れって言ってくる。そりゃそうでしょ、だって。じゃあ2人で帰ってるじゃん。いや、俺はまあいいけど、そんなわちゃわちゃする日じゃないから、今日は。ちょっと空気読んでほしいわ。マジで。ゼロワン君も帰って、もう。いや、俺は、いてもいいって言われてる。いや、止まっていいなんて言ってないよ。いや、止まらないけど、俺も帰るけど、時間をずらすわ。うん、一緒に帰るみたいに嫌だよ。追ってあげてよ。無理だよ。通り道だもんなんて。嫌だよ、そんなの。ねえ、さっき、うん、結構強く押されたし。なんで？お前にやられた。くっす。痛かった。そうなの？痛いことやられた。絶対嫌だよ、うん、そんな痛くないっしょ。子供じゃないんだよ、お前がね。いや、子供じゃないんだからさ。お前がね。バカな、うん、お前がね。ほら、年上に向かってバカとかすごいよね。無理だよ。え、どっちが年上なの？俺だよ。ゼロワンクエクスだ。だいぶ上で、俺36だわ。このガキにお前とかバカとか。36なんだ。そうだよ。まだまだよ。いや、だって自分奈々ちゃんにタメ口聞いてるじゃん。
俺が友達なんだ。お前と俺友達じゃない。友達じゃないね。でしょ、うん、それはお前だわ、バカだ。じゃあ別に友達じゃないから俺も 何言ってもよくない。ん、何言ってもよくない。だから別に俺が恋されてもよくないじゃん。うん、でも俺も何言ってもよくないって言って、別にいいよ、何も言っても。でだったらガチャ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 言わなきゃいいよ、うん、言われたら言い返してる。いや、自分が言っていたから。俺がガチャガチャ言った点に関しては、自分がガチャガチャ言わなきゃいい。俺は分かりやすい。だってまず家で外でこんな時間に黙ってること、そしたら怖がるよねっていう部分、あと人のミートスパゲティ取らないっていう部分、あとちょっかいかけてこないで、その3つだけだから。いやいや、それ以外ないガチャガチャ取ってないじゃん。取らない、ちょっかいかけてこないで。自分で作ってないでしょ。交互に飲むとか、ちょっかいかけてこない、その3つだけだよ。うん、何言ってもいいけど、ガチャガチャ言ってこない。なんかちょっかいかけてこない、コーヒー飲みたいで。ブーメラン、ほら、動揺して、箸落としてる。いやいや、違う、動揺してるじゃん。ナナちゃん落としちゃった。ズボシじゃん。え、落としちゃった。ほら、困ったら、ナナちゃん、ナナちゃん、自分で取りに行けよ。前だ、自分で行けよ。この隣のおじさん、なんかうるさいんだけど。おじさん、おじさん、そこに話しよう。ドライヤー借りていい？おじさん、そこにある。足りるかな。俺がいるときに、なんか他に誰かいるって状況にならないか、この家は。まず俺がいれば事足りるんだよ。事足りる。うん、カラシもいる。お前、うん、カラシ、あ、カラシ欲しい。静岡垂れるんで、ふりかけみたいなのかけるんだよね。あ、山椒ね。山椒、山椒かける。はい、俺も食べたい。まだ食べんの？だから足りなかったもん、それ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。一緒に食べればいい。いや、無理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 。だって、卵で手打とうか。あ、もう一個ある、もう1個。卵くれたら許してやろう。絶対無理、うん、卵だけくれたら許してやろう。口の中突っ込んでもいいね。あ、じゃあこの状態ね、じゃあ。人の真似ね、それ。うん、真似してるだけだよ、お前。だな。俺の勝ちに、俺が先やったから。人の真似してるだけ。俺がさっきシューマン舐めたら、真似してる。あ、そういうこと。先にやった方が強いから。人の真似なの、これ。うん。真似されました。真似てんだ。なんか一色だね、この3人ね。長々だよ、もう。ドライヤー借りるね。うるせえよ。向こうでやれよ。うるさい。なんでリスナーの気持ち考えて。いいんじゃない、別に。奈々ちゃんですらドライヤーするときミュートにしてるよね。じゃあミュートにせんの。なんで俺が自分の配信しなきゃいけない。お前向こう行けよ。うるせえから。どうやってやるんだ、これ。どうやってやるって。だから向こう行ってこいよ。あっちでかけてくるか。うん、うるさいから。あ、でもそこにも線あるし。あ、じゃあここでやるか。後ろね。後から来といて、なんで自分のペースなのよ。そんなん自分の配信でやってよ。俺線刺した方がいいんじゃないの？人の配信にやめてよ。刺せる、これ。あれ、ないか。ない？じゃあ、だからここの部屋でやった方がいい。洗面所でやって。熱い？ちゃんと熱々になってる？うん、大丈夫？ブラックコーヒーって美味しいんだよ。なんでこう開けるの？閉めて。ちょっとあなた食いす、食いすぎじゃない？そういうことをやるから太っちゃうんで、またね。太っちゃう。食いすぎじゃない？ダチョウクラブじゃねえ。相当は卵、卵終わっちゃうよ、ほら、早く食べたいと思う。で、あったらおかだよね、ほんとみんな変質者だわ。喋んない、こまいと。あ、来て、ほら、卵、卵、口に入れた。早く、早く口に入れた、卵入れた。ほんで乾いた、うん。何？どうしたの？臭い？臭い？おう。でも4日間ぐらい服変えてないよ、私これ。はぁ？ん？何？ガイナルじゃん、こいつ。マジでやばいな、うん、いや、それはダメだよ、ゼロワン君。さっきパスタあげなかったのに、自分のだって言い張ったのに、人のもんを食べちゃダメでしょ。ほら、すべて俺のペースだから、出しゃばんな、お前。ゼロワンク悪いよ、お前。向こうでドライヤーかけてこいっていうのにママってハマったやろ。だからこうなるんだよ。お前が自分の顔出してこの部屋でドライヤーしとけばこうならなかった。じゃあ
結局ごちそうさまでしたって言って俺にありがとうねって結局俺のありがとうって言って俺のペースありがとうって言ってもう言わない主導権握ったらそうそうそう指令を出して、うん、俺という時に主導権握れないからあじゃあもうドライヤーの下りからこれを食べようっていう、うん、プランを考えて全てイメージ天才だわ天才でしょいなくなった瞬間に思ったわけじゃなくて、うん、そうだよでちゃんと食べきるっていうすごいねそこまで考えてるの、うん、そうそうそうそれは全然ちゃうからさすがだわ、うん、違うでしょほらさすがゼロ様だわほら黙り込んじゃって脱菜しか言えないほらでもそう考えると小前くんの負けだで今ね負けでしょ俺と、ね、俺と対等っていうのがそもそも間違ってるこの家来たみんなを笑わせたしねあの瞬間ねそう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 、うん別にのは小前くんだけど、うん、俺が言っても別に01等ぐらいに思ってきたんだけど、うん、無理無理無理早い早い01等って早い早い早 い, 早 い, い自分どうしたん早い早い寝てないからここに来たん早い早い早いねほらネタないナイス集めたいからね近道しようと思ってこうやって来たん、うんはい、ブーメランいやもういやいやいやお前ブーメランだけどいやいやいや、うん、来てたらいや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 確かに、ね、自分も来てるから言えない言えない最近確かにあったような気がするわ、うん、自分も来てるから言えない1週間以内でね会ってるしいやいやいや自己紹介始まったなんでこの人も1週間以内に会ってる自己紹介始まった待って両方一緒だよね、うん、お前は言えないコラボしてるしお前はいないよお前は言えない、うん、えどうしたの何もないかお前確かにゼロワークどうしちゃったろ、うん、どうしたの何がなんかまた悩んでんの悩んでないよ写真のとこ来るってこといや悩んでないぶっちゃけどうしたのん本当にやることないのぶっちゃけで楽しいから楽しいからそうそうそう安休憩みたいな感じ普通に純粋に楽しいからで、ナナちゃんいなくても楽しいし、リスナーとね、楽しいし、そういう理由よ。今はフリーな時間ってこと？まあ、あんまりガツガツやんない、まあ。どうせなら、まあ、気は使うけど楽しい時間過ごしたいね。気は使うってどういうこと？でもなんか今イベント中なんでしょ、これ。うん、まあイベント別にね、明日とか今日やるし、大丈夫、うん。全然飛んでないじゃん、4位とかじゃん。いや、いいよ、そんな気にせず。じゃなくて、なんかしょぼいね、うん、イベントね、しに来たわけじゃないからしょぼくないいや、一人で やった時はすごいよ、うん、じゃあ逆にもう帰った方がいいんだよ一人でやった方がいいんだよ、イベントじゃあイベント目的で来てないか楽しみに来てるだけだからえ、ゼロワン帰ったら、俺ちょっとバイオして帰るわめって、本当に家でやれよ、ゲームとかアホなの、本当ゲームしに来るバカどこにいるので、ナナも洗い物終わったな、うん、終わったうん、行く上で休み、ゴールかなもう寝ていいかしら、うん、寝ていいよ、うん、なんか寝れないよね、こう下に行っちゃうんだから、うん、帰るから適当に二人で大丈夫、うん、俺帰ろうか、じゃあ先に、うん、いや別にそんな、まあ、帰ってもらいたいけどね、うん、帰るよいや、いいよ、俺から帰るよ、うん、なんかいつもみんな長いしないの、うん、すぐ帰るよ、うん、いいよ結局誰か来て誰か帰っちゃうパターン多くない、うん、チャット飲んで話すとかないの、うん、ないでしょ、話すことないドロちゃんのこととかないよ、クルセフレみたいにして人のもとえ、でも最近会ってないじゃんね、お前とクルちゃん会ってるよ俺が泊まりに行ったとすぐ会ってるよえ、でもなんか昨日かなんか休んでなかったのん会ってた会ってるよ、お前とで、クルちゃん今北海道うん、で帰ってきたらまた会って一発抜いてたよやってないやってないってやってるよ、お前クルちゃんって上手なのどうなのどうなのうまくはないでしょ丁寧なんだ丁寧なんだ、うん、あお掃除も丁寧だもんねうん、丁寧にゆっくりやるようになるあ、うん、悪くないですでも悪くはないね、うん、あんま激しいのもね、男もビビっちゃうからね、うん、おおおおおってなっちゃう確かにね、うん、どうしたどうしたってなっちゃうプロっぽくなっちゃってねそうそうそう指導とか出してもいいのうん、頑張ってる頑張ってるってすごいすごいってなっちゃううますぎもちょっとびっくりしたもんねそうそうびっくりしちゃうゆっくりぐらいはいいゆっくりぐらい横前子は付き合わないのもね言ってたよねうんセフレド前なんでしょいい子だけどねじゃない別にいい子だけどね他にもセフレいるからいるのいるでしょ誰いるよそうなのうん付き合い私以外にいたのいや二人セフレなのうんあそうなんだ知らなかった放送終わったらうん、放送終わったら抜き合いっこ抜き合いっこするのそうペラはうまいよね、ナナちゃんじゃあ1回だけね、1回だけ手こきチャレンジって企画やったの嘘それっきりなんもないよねうん、俺は死後気合いしかしたここみんなあれじゃんじゃなんか未遂みたいうん、未遂ぐらいしかない
でも押し入れの穴に入れた配信者はいないよ。そうなの。うん、ポロポも入らなかった。ポロポは泣いちゃったと。そう、泣いちゃったんだ。それ2時間半頑張ったけど、一発目行くか俺が。私の穴に格の違いを見せようかな。ゼロワンクも大きいから痛いかもしれない。でかいよ、ね、太いし。え、どっちがでかいの。誰と。ゼロワンと俺で。誰と。いや待って、多分ね、俺の予想は多分俺の方がギリ勝ってると思う。いや、でかいと思うんだよ。お前くんの方でかい。いや、それ知らないじゃん、ね、俺のこと。だって触ったじゃん、ギンギン。触ったじゃんって、ギンギンじゃねえから。ギンギンお前でギンギンになると思うな。なってたし。ならねえし。寂しい、寂しい、寂しい。誰ちゃん寂しいって言ってさ、うん、でもギンギンにはなってない。寂しい、寂しい、うん、それいつもじゃん。それいつもで。じゃ後ろが抱きついてきたじゃん。そうだよ。ダメなの。私がいじって、こうやっていじってたら大きくなった。配信に疲れて寂しい、寂しいっていうね。それ頑張った証拠やん。あれギンギンだったじゃん。あれはギンギン。ギンギンじゃない。ギンギンだよ。手じゃギンギンならない。いや、手じゃギンギンならない。ごちそうさまでした。うん。いいよ。いい、やめて。いいよ。置いといて、そこに。まあ、こういうの逆にやられると嫌だよ。嫌だ ね。分かってない。置くだけだもんね。そうそう。男はどしりと構えてほしいね。二度されるのめんどくさい。そう。やりたいもんね。この気が使うのが嫌だもんね。うん、分かってないよ、ほんとね。だったらそのまま置いといてもらってもいい、うん、中途半端ね、優しさみたいな。これ、いらないやつもう全部持ってけ、これ。コーヒーも、もういいから。これいらないの。じゃあこれ捨てるの。これ入れてく。梅干しも持ってけんの。ここに入れるちょっと。うん、ちょっと入れて、梅干しも。梅干しはだって、こまえくん。あ、やばい、箸よ。あ、じゃあ、いいよ、なあちゃん、入れといてくれ。こまえくん食べんでしょ。いや、違うよ、だっておでん下げるときに箸下げて、これもいらないの。これ漬物食べれないよ。そうだ、まただ。これはいらないの。ああ。OK。どうなんか、ええ、うるさ、さっき、うるさ。おう、ふたはゼロワンクこのどれ知らんよ、自分が開けて自分が入れてる。知らんよ。鼻息荒いし、無理だし。つけて、なんでお前につけなきゃいけないの。運がなくなるわ、お前につけたら。貧乏神が。つけて、お前になんでつけなきゃいけないの。アホかお前。つけて、自分でつける。俺もつけてあげる。無理です、いいです。じゃあ私がつけてあげるよ。運がなくなるよ、ね、はい、じゃあこっちどっちかな、うん、同時に。同時に、同時に。ちょっと待って、大きくした方がいいんじゃない。せーの、せーの。はい、俺のがついた。俺のが先に。あ、順番ね。うん、俺のが先に。バカだね、気づいてないでしょ。はい、俺の勝ち。完全に俺のが勝ってるから。はい。勝ってたら先にリアクションすることない。後付けじゃん、ロンパ。はいはいはい、うん、そうでしょ。ガキは困るわ。先についてたら喜ぶ。精神年齢大丈夫。気持ち悪い。ゼロワンクって気持ち悪いよね、客観的に。何も勝てないよね。意気込んできてるけど、ね、俺がいる時に乗り込んできてるけど、うん、俺には何も勝てない。申し訳ない。なんかゼロワンクいると乗り込んでくる人多いね、うん、なんでなんだろう。迷惑なんだよ。やっぱみんなゼロワンくんのことを好きなの。そうで、憧れてんねん、こいつ、俺に。あ、俺が、うん、俺のクズっぷりに。なんかでもそれ言われるわ。ほら、真似してるわけじゃないけど、うん、でも真似してるとこあるよね。ないよ、ほら。ないよ、あるある。ない言うこととかやること似てる。そう、来ると。だってさ、奈々ちゃんずっと見てるじゃん。見てるけど変わってないじゃん。変わってないけど、ゼロワンくんベースみたいな、うん、まあ、属性が似てる、ね、知らない、まあ、似てるんじゃない。じゃ属性かな、うん、真似してないんだったら似てるんじゃない。クズなとこ、素質がね、うん、素質あるけど、俺みたいな。クルちゃんも惚れんのかな。そう、似てるから、うん、クズが好きだからね、クルちゃん。なんだかんだ、そうだよね、うん、クズに振り回されちゃうと依存しちゃうっていうか、うん、いるじゃん、そういう女。あるね。振り回してくれない男は全然なんか好きにならないけど、うん、振り回されると余計好きになっちゃうみたいな。そうね、うん、そういうタイプよ、うん、似てんだろうね、多分ね。似てるつか、まあ、自己中なんでしょ、こいつも。わがままで。そう、こまやくは自己中かな。うん、自分さえ受けたらいいんだよ、こいつは。そうでしょ、だから来たんだよ。人の気持ちも考えて。あれ、ゼロワークってパチンコ屋だっけ。パチンコ好きだよ。でも最近つまんないからやらない。あれは、なんだっけ、インカジをやってるんでしょ。やらないよ、そんなこと、悪いこと。ヨウもこう言ってたよ、やってる。うん、あいつそう好きだよ。そうなの、うん、みんなでやったっつって。やってないよ、そんなの。やるわけないでしょ。もうやってないってこと。もうおつけやってないですよ。やめてください。やってないんだ。やってないですよ。みんな好きだよね、ギャンブルね。ん。ギャンブル好きだよ。お前子はやんないの、インカジは。いや、オンカジもできなくなっちゃったしね。うん、
おかじもあれなんかやばいらしいね今ね、うん、グレーゾーンになっちゃってねグレーつか黒だよ、ね、黒かグレーから黒になっちゃったからだから困ったよ、ね、もう今やってなきゃいいんでしょいやどうなんだろうえそうなの過去にやってたのわかんない証拠300万負けちゃったんだけど200万ねあ、300万3日で300万もそうでどんな結果としてんのよアホやんどんな結果出したのアホだねやば爆弾 なんかこういうさ緑か赤かを当てるゲームで緑か赤当てる3万円ずつくらいかけてたらなくなっルーレットかルーレットやばったくそだね30万までかけられるのかなそれ30万だったのそうバカやん1回ベッドルやばでも105万ぐらいまで増えたんだよ あそれでハマっちゃうんだよ入金入金で2分1だからねそう、うん、やばいよねでもよかったねでそう確認しないで持たないでくれる触らないで、はい、気持ち悪い気が、はい、返してほしいなと思って好きなんでしょ、ゼロワン君のこと俺は好きじゃないよいや俺も好きじゃない自分から絡むことはないサイトも違うしなんでそんな和田アキ子みたいな髪型なのかわいこぶんねあの頃はって感じ坊主にしろよ、坊主に坊主は似合わないんだな、小前君似合わなくてもしろよゼロワン君は似合うけどね似合わないですねもうちょっとなんかおしゃれすればいいのね、こう固めパーマかけたりとかさ一応イケメンらしいイケメンキャラらしいお前いや顔は悪くないじゃん悪いドバだしいやいやいやあんたよりは絶対いい顔だ、うん、俺よりはいいかもしれないでも画面映えしない顔だよねうん中途半端私たちの方が画面映えするよね、うん、中途半端だねでブスな方が画面映えするんだよねそうそうそう中途半端中途半端にかっこいいだけ全部が中途半端、うん、どういうとこが中途半端なの、うん、この感じだよひょこんと座って酒飲んでるでしょこの感じが全てにじみ出てる、うん、これは勘違いにさてと飲んだうん、お疲れもっとあるよ、ここに飲まなくていい3本あるから家で飲みな家ではい、どうぞはい飲むの帰ってよ、頼むから空なのかマジで帰って、今日は空なのかしてマジで今日帰ってマジで帰ってほしいてか、ナナもう寝な、もうえ薬飲んだし、休みななんか寝れなくなっちゃったんだほら、お前のせいだわ違う違う違う、もう料理からあのピンポンでなっちゃったわピンポンで違う違う違う、料理から覚醒しちゃった帰ったら自分がどこにどっかに夢まだ早いっしょ、帰る男二人でいいんだよじっくり話したいの邪魔じっくり話したいわけじゃないけど女は邪魔いや、話すことないしじゃあ、この場に来ないでよ女邪魔話すことないなら二人で話したいの話したことはないけど何しに来たのかがわからんわざわざ俺がいる時に同士で話すの俺がいる時にわざわざ来た理由が分かん寝ちゃっていいのそれはいいでしょお前何しに来たんだろう、ね、いやいいよでもお前くんいつも来る時はすぐ帰っちゃう俺と仲良くしたかったのかもしれないけど仲良くする気がないから意外と話せないんだよ俺が仲良くする気がないからしないよ仲良くいやそれ別に仲良くしてもらおうと思ってないし何しに来たのじゃゼロワンファミリーに入れてあげる何しに来たの何しに来たの、うん、風呂借りに来たわけ風呂入ってんの入ったの入ったよじゃあもう目的終わってるじゃんうんうん、うん、あだから右腕をポルポルポンでマリオを降格させて、うん、いやだって小前は一人でやってけれればいいじゃん小前は一人でやってけれやんあまあそうだけどそうそうやってけない人入れんのそうだよだったらポルポン一人でやってんじゃんいやでも物足りないじゃんで、小前くん加入したら強くない？いや、いらないよ、小前ね。でもフワもやってんじゃん。フワも中途半端でしょ、うん、昨日も夜中に会ってたよ。ねえ、ナイスくださいとかで、つらん100人ぐらいで勘弁してくれよ、ほんとねえ、ナイス押してよとか、ね、増えるわけないやつらん100人なの、うん、あの深夜に始めるから、つらんも少ないな。ナイス押してよ。ツイキャスでは1000人なのに、15分の1ほんとアホだと思うよ。来るという時は、クルちゃんにナイスとか言って、で、自分もナイスとか意味わからん。で今月ナイス始めてたんだよ、月始めね、うん、もう失速して中途半端やナイストップ10取ったことあるでしょないでしょあ、今入ってんの5位あるし、3位あるし、あ、3位ある、5位あるし5位全期間はないでしょ5位中途半端だな全期間ありますけど無理だよいや、無理じゃなくて、うん、あるんだけど無理じゃなくて、あります今年ない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 取りました、30万無理無理無理そうそう取ったんだけど30万ももらえるの、5位って30万じゃないわじあ、じゃあトータル4位か5位になったトータルで4位5位だと30万円入んの30万じゃないの結構もらえるね記憶にないけどね3月ね狛江がナイスすごかったって記憶がないよリスナーの記憶に残らなかったら意味がないよその自慢されて
え、でもあの履歴みたいに残るじゃん、ふわっちゅう自分のページ、うん、残ったとしてもリスナーの記憶になかったら、ふと自分がそういう話をした時にああねってならないじゃん、うん、リスナーが会話に入ってこれないじゃん、だから意味ないんだよ。あ、そういうこと、ね、うん、あるよって言ってるのは狛江の囲いだけ、狛江の囲いだけがあああったねってなるだけで、この場であったわってならないから。別にやってないしないっす、毎月毎月。ほら、え、イベントは何クラスの、今ランクはゴールドプラスね。ゴールドなの、プラチナになっちゃったね、プラチナ、うん、あ、じゃあ難しくなってくるね、ライバル多くなるってことでしょ。狛江じゃ無理でしょ、うん、それは無理だよ。プラチナって一番上、うん、プラスがある、プラスが01コンとかなると、まあ100万ぐらい稼いでるね。プラチナはいくら稼いでるの。まあ70とか80ぐらい。すごっ、うん、あ、じゃあそれ以上下がっちゃうと下がるってことか、あれは。うん、毎月変動があるし、言うなら私なんだと思う。ゴールドでね、ブロンズ。あ、ブロンズかやってないからね。ブロンズ、あれナイスじゃ増えないはずよ、多分。ナイスやってる時もブロンズだよ、うん、だからナイスばっかりで、アイテムっていうわけじゃないからでしょ。そうね、うん、一番最下位でね、ブロンズってね。いや、シルバーがある。あ、シルバーが一番下なんだ。あ、違う、ブロンズの下、ブロンズシルバー、ホワイトがある。ホワイト、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ。あ、そうなんだ。うん、ホワイトがあるわ、うん、なんかチック症出てるよ、また誰が、うん、イライラしてる。この辺がなんかすごい重い、なんか落ち着けなくなってるもんね、うん、落ち着かないでしょ、これいたら。いや、逆に落ち着くな。いや、俺落ち着かないけどね。ポルポンとかあったら落ち着くね、こうやってゆっくりね。あ、ポルポン可愛いなってなる、うん、いじれないからでしょ、可愛げないよね、なんか。いじれないからでしょ、こないと。もう今この漬物食べてる音でもイライラしてわかる。いや、全然うまたまにない、こういい音だなと思う、うん、みたいな。この漬物のボリボリでもイライラしてる時あるでしょ。今のボリボリでおにぎりが出てきても頭の中に、あ、そう、お味噌汁と、うん、もうイライラして、早く早く帰らないかなと思って。眠たくなってきた、ほら。あれね、美味しいよね、この漬物ね。眠くなってきた、うん、パリパリキュウリ。何、眠くなってきた。うわ、これ作戦で何時から配信してるの。止まろうとしてるよね。今日は夕方からやかな。あ、夕方からパチンコ、うん、ほら、止まる流れを作ろうとしてるね。寝ちゃってた、うん、寝てたの、うん、帰りなよ、本当に。俺も帰るから。 なんで休んだの、一日。いつ、昨日かな。ああ、寝ちゃってた、それも。はい、嘘。大阪から帰ってきて。はい、嘘。あ、大阪行ってたんだっけ、うん、女だよ、女。あ、そうだ、養分と絡んでたの。養分と、競馬勝ったの、あれ、養分って言って負けてるよ、下手だから。養分勝ったよ、うん、小前は。養分強いよね。いや、弱いよ。だってうちで満州かなんか取ってる、100万ぐらい。いやいや、その分協定だいぶ負けてるから。あ、そうなんだ、うん、やばいから。まあ、やる人はそうだろうな。だから養分乗りで俺んとこに来ちゃっても、俺養分じゃないから、うん、酒飲んで一緒にギャーって笑ったりするタイプじゃないから。眠くなってきちゃったわ、うん、眠くなってきた。寝てどうすんの。どうすんのね、どうすんの。何が結構、あ、私明日大事な話なの。大事だよ、超大事なんだよ、うん、車もない、免許もない、何もできないじゃん、もし困った時に。結構特大級の企画なんだよね。ひ、うん、弱でしょ、ひょろ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 だし、で SP もできない、ガードマンもできない、何もできない。 SP してもらったの、じゃあ小前くん。ほら、俺の仕事を取ったよ。だから来るなっつったの、これだよ。喧嘩強いからね、俺。ほら、人の仕事を横取りするんだよ。マジでやられたわ。やーば、イライラしちゃうもん。ゼロワンコリア頼んでないもん。うん、ほら、そうでしょ、うん、頼んでなかったよね、うん、帰ってって、ね、でも俺は帰るわ、じゃあ。ん、俺は帰るわ。うん、そうして、やりねえ、この話。配信つけるわ、もう、うん、SP やるんだ。スペーキャストの人の方がいいじゃん、申し訳ない、うん、ほら、配信つけて。なんの。じゃあ、いい、アンケートで決めるじゃん。アンケートで決める。うん、でもう負けた方帰ろ。ちょっと2人帰ってよ。うん、じゃあアンケート1回先に帰る方決めていい。それでね、アンケート取る前にもう帰ればいい。うん、明日ボディーガードどっちがふさわしいかアンケート決めよう。ぶっちゃけいらないかもな、1人の方が盛り上がりそうだ、うん、から1回アンケート取っていい。余計なのいらない。俺は帰らないよ、はっきり言って。負けるまでは、うん、じゃんけんで決めるもん。じゃんけんだとね、意味ない。ギャンブラー同士。お、え、じゃんけんでまた帰るの。俺は帰るでしょ、いらないんだよ。わちゃわちゃわちゃ、じゃんけん勝負。たまり場じゃねえんだよ、私の携帯どこやった、うん、たまり場じゃねえから。もっと正式、正域なんだよ、ここは。
聖域じゃないでしょ、うん、モンスターズハウスでしょ。モンスターズハウスね。最近狛江も普通に出入りしてて、もうそういう感覚がないから。あれ私の携帯ない、うん、もう緩くなってる。これ違う、もう普通にちょっとこっちにない、休みに来るぐらいの感覚になってるから、これ良くないよ、ほんとマジで。配信者がそういう感覚になったら、もう誰もがフラットくる。ない、ちょっと待って。それが昨日よ、たくまが来るとかね、小林が来るってなっちゃうから。俺何を探してんの。携帯、携帯がないの。あれはお休みモードにしたかったっけな。上じゃないの、上、下にもあった。下に鳴ってる。うん、俺上じゃないじゃん。いや、ここお休みモード。同意携帯 iPhone いくつ。 14 新作。うん、ベッド。ここにさっきいたじゃん、私。あ、これじゃないの。それは違う、古いやつ。思い込みとかない。いや、ここで寝てたでしょ、私。え、だから上で携帯いじってたじゃん。いじってないよ、下で寝てたんだけど。でもさっき寝に行ったやん。え、さっき寝に行ったやん。あ、そっか。何しとんの。そういうこと。そういうことでしょ。じゃあ、おやすみ01くんって上行った時に忘れてきた。え、おい、ほら、気まずいから帰ってよ、ほんと。俺が、うん、俺が帰るの。気まずいじゃん。どうすんのこれ。何気まずい。気まずいでしょ、この気まずくない。何この空気。俺に対して気まずさを感じてる。空気がガラッと変わる。俺に対して気まずさを感じちゃってるの。そりゃ気まずいでしょ、うん、大の大人か。大の大人がって別に会う気ないし、会いたくもなかったし。本当、うん、そりゃそうでしょ。じゃあ俺より下だな。何その下だな。そうやってなんか気まずさを感じちゃってるんでしょ。ってことは俺より下ってことなんだよ。だって俺気まずさなんて何を言いたいと。急にいて会う気もないやつが急に来たら気まずくない。あ、気まずいの。うん、そりゃそうでしょ。下級だわ、それは。下級とかないでしょ。いや、人としてもうタクシー呼ぶよじゃん。うん、本当に帰るよ。本当に帰るよ。止めるわけないじゃん。帰れない。俺も帰るから。本当に帰ってほしい。うん、本当に。いや、本当だよ。呼んだの。何に匂い嗅いでんの。ああじゃねえか。いい匂いです。やめてよ。だるがらみやめてほしいわ、ほんとに。ブチ切れるよ、ほんと。分かった。切れるよ、俺普通に。切れて俺に勝てると思ってんの。え、俺に勝てると思ってんの。いやいやいや、殴り合いするわけじゃない。配信戦えんの。いや、帰るか。うん、疲れ。3分か6分だって。うん、疲れ。もうちょっとそっちずれて。無理だから。くっついてこないで。もうちょっとそっちずれて。いやいや、俺がセンターじゃなきゃダメだから。俺がずれたら2人でセンターみたいな、コンビみたいになっちゃうじゃん。うん、そういうのじゃないから。いや、もうちょっとずれて。俺真ん中で。いいからずれて。俺がメインだから。お前は別に喋らなくていい。いや、いいいいいい。喋らなくていい。喋らなくていいの。うん、いいよいいよ。うん、お着物でいいよ。本当に、うん、無理しないで。いや、無理してないけど。無理しないで。じゃあ、なんかここに座りたいから。いや、無理だよ。そのわがまま言わない。やりづらくなった。やりづらいでしょ。めちゃくちゃやりづらい。めちゃくちゃやりづらい今だって。皆さん、うん、気まずいよ。一人で酒飲んでるし。水飲もう。もっとなんで全部開けてよ。どうすんのこれ。残して水飲みた。誰が掃除すんの。奈々ちゃん見てるかな。なんで水飲む。酒飲めばでしょ。いや、気持ち悪くなっちゃう。女か。すいません、奈々ちゃん水飲みたい。だから呼ぶなよ、休んでんのに。自分でやりなよ。何を物色してるの。サラダチキンバー。ダメだよそれ食べたら。うん、俺が買ってきたやつ勝手に食べない。あ、酒ちうまそう。それもダメ。明日企画で使うから。でも、あの人んちの冷蔵庫勝手に物色しないで。失礼だと思う。あんまりバチャバチャバチャ見られたくないと思う。嫌じゃん、急に家来てさ、寝てる時にさ、冷蔵庫の中さ、ジロ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 見られるの。俺がいるとこうやってちゃんとしっかりできるから、変なやつが来てもちゃんと対応できるから。じゃあ俺は
いや、変なやつ。邪魔っぱりじゃん。邪魔だよ、本当に。マジで邪魔。違う形でちょっと会いたいよね。今日じゃないよね。絶対今日ではないはずよ。それは分かるはずよ。配信見てたら。ちゃんと見てないから分かんないんだよ、空気感がね。空気感？配信見てるとは今日は邪魔になるなって分かるからね。そりゃそうよ。だって一番ダメなタイミングよ。ご飯作ってもらって、じゃあ今から食べますって時に来て、ミートスパゲティも冷めちゃってたしね。一番ダメよ。でそれを狛江君にもあげてとか言い出すから機嫌悪くなるよね、俺も。自分食べるの楽しみにしてたし。そうなん。さすがにダメでしょ。ぶち壊れよ。もう壊れちゃった。舐められたもんね、ほんと。いや、ゼロワンいるときはちょっとなかなかいけないなぐらいだと思ったけど、もう昨日から舐められてるよね、タクマとかに。俺タクマも小林喋って、タクマとか一言も喋ってないからね。それはなんで？俺の中で俺喋ってないし、ね、顔すら見てないし、目を合わせてないから、これ絡んでるうちに入らないんですよ。これ絡んでません。小前とは絡んだことがない。なんでだよ、俺にとって、俺の中で。みんなも疲れるよね。じゃあゆっくりしようかって時に来てわちゃわちゃなってるから、もうコメントも疲れるっしょ。寝不足よ。また休ませれない、リスナーも。休ませれないことしてるじゃん。ん、何？現にここに来たらリスナーも休めない。休むよ、まったりしてるよ。休めないよ、休めません。見てる人わかるよね、俺まったり雑談してるからね。休めない、まったり雑談してる。休めないの、あーやばい。まったりした方がいいんだって。わちゃわちゃうるさいから。マジで本当やめて、ゲームとか。友達んちじゃねえから。やるって言ってなくない？やりたいって言ったよね、バイオハザードやりたいって。見逃してないよ、聞き逃してない。いや、今やりたいとか言ってない。さっき言ったよね。さっき言ったってことは言ったことになるんだよ。ならないよ。今言ってないじゃん。今はもう帰ろうかなって話をしてるじゃん。はい、3分経ってよ。タクシー来てよ。外で待ってない。持って帰りなよ。蓋どこやったの？捨てたんだよ。今目合わせたね。目合わせた。今、見たね、俺。見てない。見たね。見てみた。見たね。蓋が落ちてないか。よくあるよね。この辺に蓋落ちてない。見たね、今。ダッセ。なぜか蓋がこの辺にあるときはあるから、経験上。ダサ。ダサいって口癖なの。語彙力ないの。自分な。自分、どっちが語彙力ある？俺のがあるから。なんか、ダサいとか、しょうもなとか、情けないっていう単語ばっかりで、語彙力がないの。ね。はいはい、ほら。単語でしょ。はいはいって、ほら。振り絞った言葉がはいはいって、嫌気がさしたおばさんみたいなこと言ってる。あれ眠くなってきたな。ほら帰りなよ早く。もうそういうのがいらないの、本当に。帰るって言った男なら帰れよ。アド始末はちゃんと俺やるから。帰って変な空気にしないから、マジで帰って大丈夫。お前が心配することじゃないから。分かった大丈夫。今俺来て何かしようとも思わなくていい。いや、俺も思ってない。じゃあ思ってないんだったら来るべきじゃなかったよ。なんで？俺がいるから。だから何かしないといけない。何かしないといけなくなるよね。だって俺がいる、狛江が来る、男2人配信者が揃ったら何かしなきゃいけなくなるんだよ、基本的には。なんで？そういうもんだよね、配信者なんだから。勝手に期待しちゃうしね、リスナーも。2人で何してくれるんだろうって期待しちゃう。しないでしょ。いや、しちゃうもんなんだよ。で、しないって。あ、払います。で、それが嫌なんだよ。何もしたくないんだよ。まったりしたいんだよ。じゃあ仲良くとか別に、狛江と慣れ合うために来てないじゃん、まず。まずね。別の日だったら、狛江となんか仲良くしたりとかっていう日は作るけど、今日はそういう時じゃないから、する必要がないよね。で、ゲームして何が楽しいの？もったいないよね。奈々ちゃん家でゲームすること自体が俺はもったいないと思っちゃう。俺はね、タバコばか吸ってんの。止まらないくなっちゃう。イライラしてってるし。タクシーも嘘、もしかして。タクシー呼ぶわ。じゃあ、え、呼んでなかったの？うん、マジで嘘つきな。呼んだと思ってた。ね、桃鉄やりたいの？桃鉄で決める？
遊びたいの俺。違う違う違う、桃鉄で決めた。遊びたいの。桃鉄は好きなんだよ。桃鉄は好きなんだけど、でもハードルがあって、藤沢奈々に準備をしてもらわなきゃいけないっていうのがある。あと狛江にキャスをつけてもらわなきゃいけないっていう感じもあるよ、ね。うん、このままやればいいじゃん。このままやっても意味ないでしょ。どうせリスナーとも遊びたいんで。で、桃鉄出されちゃうと好きだから俺ちょっと弱くなっちゃう、うん、桃鉄出されちゃったら。それはちょっとあるかな。奈々ちゃんもやってくれなかったし。いいよ、うん、今日はもう帰ろう。うん、帰って。帰ろうはやめて、うん、一人で帰って送ってって。無理、頼むわ。ずずしい、暴いてくんな。ほんとに送ってって。クソガキが甘えてくるな。一人で帰れ。なんで俺が送らなきゃいけない。ガチで頼む。無理で、なんでお前に使われなきゃいけない、うん、で俺はまず薬全種類買ってきて、あと検査キットもやってきて、これでハロウィンも行けるし、うん、やることやってるし、うん、で勝手に来てね、酒飲んで送ってけはないでしょ、うん、やめてよ。ほんと人のスパゲティも取ろうとしたし、シューマイもね。落ち着いて食事もできねえわ、うん、マジでやめて。2万5000買ったらもうタクシーでリッチに帰って。負けたの、うん、じゃあもう反省しながら帰って。今日はもう帰ろう。うん、どっちが先出る。だから俺はいてもいいって言われてるから、うん、どっちが先帰るか。じゃんけん。じゃんけんはしないよ。桃鉄だったらいいけど。でも桃鉄長いもん。長い。3年だよ。1時間だよ。40分。それならいいけど。あ、でも桃鉄アプリ消したっつってたな。で、くつろいでないで帰ってよ、早く。分かった。呼んだタクシー。まだ呼んでない。なんで呼ばないの。あれで呼ぶわ。うん、呼んでよ、酔っ払う前に、うん、いや、だって藤沢呼ばないとできない、分かっ。でも寝かした方がいいし、藤沢に。降りてきたわ。見て、気になって。休まらないから帰ってよ、ほんとに。早く帰るって、うん、で、桃鉄やりに来たよ、準備しに。帰るって、女の配信見てるじゃん、お前、うん、お鉄を。うん、やるでしょ。いや、私はやる。2人でやるの。うん、うん、で、それで帰る方決めるわ。こまやくやり方知ってるしよ。うん、わかんない。わかんないの。でも帰ってよ、もう知らないなら。桃鉄もで、知るわけないじゃん、だって。できないの。素人でやりたくないんだけど。え、じゃあだからこのやり方ね、言ってんのは。やり方ね、ルールはわかるってこと。ルールはわかるだろ。まあ、HDMI のどっち、どれ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 、もうだからどれ、後ろからさ、HDMI だから帰ってって言ってるんだよ、わちゃわちゃ。もうどれ、 HDMI を差し、テレビでやるの、パソコン、テレビだよ、うん、お前キャスつけて、キャス、うん、でも画面に映さなくていいの。これをさ、画面映さなくてもいいでしょ。画面映さなきゃ意味ねえだろ。それで2人でこうやってここでやればいい。いや、それ意味ないでしょ。画面映す。それをこう映せば。嫌だね、それは。画面には映さないの。うん、映さない。それじゃやる。画面に映すよ。どういうこと。画面に映して。画面に。俺ちょっと持ってきて。もう分かってる。もう分かってる。から言ったよ、わちゃわちゃなるよって。空気読んでよって言ったじゃん。だから、あれ見えないんだこれ。体調悪くなるぞ、またな。やるよ、やるやるやる。やり方わかんないでしょ、はい、これ繋がった、繋がった。確認して、確認して。あ、これ、はい、それリモコンつけて、うん、つけて、はいはい、あれなんか蓋あったの。蓋、コーヒーの蓋やん。ねえ、見つかったやん。なんだここに落ちて、さっきなかったのに。落としたんでしょ。蓋閉めておいで。さっきなかったよね。コーヒーの蓋閉めておいで。の前におかわりね、コーヒー。何が。コーヒーおかわり。なちゃん、水欲しいな、うん。水はそこの後ろにあるよ。コーヒーおかわりして。覚えて、こまやく。どこ。結構タプタプ入れて。タプタプ。あった。タプタプ入れて。あるっしょ。うん。潰れとるやないか、コーヒーが。自分でやっても炭酸じゃねえんだから。これどうやってやる。コーラじゃねえんだから。ごめんなさい。うるさいな、いちいち。もう深夜なんだ、静かにやってね。すいません。あれ、これ繋がってなくない？電源で。
電源入れて。電源入れて。あ、それガチャン。これ。あ、そっか、それにやっても意味ないのか。その電源入れた状態で押してみて。何を押すの？そこに刺してみて。あれ、なんで来ないの、これ。あれ？それ刺さってるよね、後ろ。刺さってるよ。あ、じゃあ、HDMI 見て。こまい、もう向こう行って、そのながら姿勢になってるよ。そっちのさ、そっち行ってやらな。なんでこれ刺さってる、つかないの？ゲーム刺さってないね。うん、刺さなかんて。そう刺して HDMI、うん、HDMI。HDMI 取れ。ここに刺さってんですよ。そうそうそう、もう一本の方。もう一本の方。これ？違いよ。どれ？あ、これ？そっちだよね、逆逆逆。逆だよ。これ？そこパカって後ろ開けて。開けな。パカッと。刺さっとる？両方刺さってる。HDMI 刺さってる。刺さってる？おかしくない？あ、これでどう？できた？これできてるやん。来た来た来た。リモコンは音量はこれね、コントロールが、これこれで、桃鉄できるか確認よ、奈々ちゃん。抜いとるやないか。抜いちゃいけないのか、これ抜いたらできないよ。で、リモコンは、リモコンそれ取って2個サイド取って、それでもうできる。無理やり取っちゃダメだよ。押しながらボタン。どこのボタン？ボタンだから。ボタンってどこ？本体のボタン押しながら引き抜くんだよ、上にスライドして。あ、切っちゃった。切っちゃったね。上に抜くの、スライド。もう本体持ってこい、もう。違う、上だけ抜いて、下のやつなしに。何やってんの、お前。これ、この後ろ。応援。ホームに戻らないと。これあるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。で、分かってるから、いちいち横から言うの。じゃあ、まあ、青な、これは。で、つけて、ちょっと。キャス、終わるから。で、キャスつけても、だって無理じゃん。できないじゃん。ね、ゲーム配信、外カメで映せって言っても。ツイキャス。キャス主だな。何やったの？キャス主だな。できないな。キャス主なのに。それでできる。できるっていうか、自分たちの顔が見えないじゃん。見えなくていいよ、画面だけ映しとけば。見せたいんだけど。見せって言ってどっちかしか見せれないじゃん。じゃあ後ろから映しとけよ、じゃあ両方の顔と画面を。なんだろ、遅いよ。お前でも全然やらなきゃ。そんな三脚じゃダメだろ、お前。こまい貸したろうか、これ。いや、いいよこれで。そんなクソみたいな、お前はカメラマンか。お前は撮影でもすんのか、 AV のアホ。いや、これがパソコンパチンコ配信。何やったの、ほんとに。お前どこのカメラマンや、お前アホ。うるさ、マジで。手で持って歩けないだろ。そんな歩けるから。歩けない、ほんと。ディレクターかな、まだ。まだ、撮ったの？うん。